皆さんこんばんは。暗闇から失礼いたします。今ね、家の外にいるんですけども、ちょっと周り近所にご迷惑になると思うんで、小声で進めていきたいと思います。今日はね、うちの水槽小屋の中身をね紹介していく動画になります。簡単にではありますけども、よろしくお願いします。それではレッツゴー。あ、これ外ね、まずこれ空くん水槽があります。こっちはね、またね後日ゆっくりどっかでタイミングで紹介していきます。はい、で扉があって、これね全部作ったんですよ、小屋。よいしょ。で入っていったら、まずこれ正面にシガメさんがいます。ライトつけよう。ライトっちゅうか、これなんで消えてんの。ちょっと待ってよ、正面にね、石亀さん、ほい。はい、まずね、これ日本石亀が正面にいます。はい、こんな感じでね、日本石亀。はい、この子はね、もう人工飼料でも何でも食べてくれるようになってます。はい、石亀さんね。よいしょ。はい、水、はい、水中で見るとこんな感じです。ちっちゃい亀はね、ぬくめてやった方がいいんで、うん、亀用のヒーターもちゃんと入れてます。はい、ね、これ食べるかなと思ってエビとか入れてるんですけど、エビは全然食べないんですよね。うん、冷凍キビナゴとか、うん、冷凍で売られてるキビナゴとか人工飼料食べます。はい、でうちのメインになっている、この小屋のメインになっている、はい、渓流魚水槽ですね。だいたいね、餌の時間以外は全然泳がないです。全部ここに固まってるんで紹介しやすいかなと思います。はい、まず1匹ずつね紹介していこうかなと思います。はい、まずこの子はヤマメです。はい、ヤマメ。水槽汚れてんのはね、ちょっとごめんね、これなかなか汚れ取れないんですよね。はい、ヤマメで、この子がねイワナ。このヤマメとイワナはもうちょうど1年ぐらいかな、今飼育して、うん、で奥にもヤマメが、あ、イワナがいて、でこの手前のでっかいやつがウグイです。はい、でこれがカワムツ。めちゃくちゃ綺麗でしょこれ、うん、カワムツです。でね、あ、もう一匹ヤマメがいます。でこの子がねニゴイです。このニゴイはね、そこの餌を、そこに落ちた餌を食べてくれる要因ですね。2匹います。はい、でこっちにもカワムツがいて、ウグイも2匹います。はい、あ、見えない。エゾウグイっていうちょっと違うタイプのウグイがいるんですけど、見えないかな、奥に、一番奥にいるな。的で出てくるやろ。よし、でね、ちょっと今ちょっとだけ見えてるか僕が前釣ってきたでっかいアマゴがいるんですけど、あいつはねもうあの隅から出てこないんですよね。うん、ほんまはこの水流ポンプの下にねずっとおったんですけど、あ、戻ってきた。だいたいこの下にいるんですよね。で餌はね、ピンセットでね口の前に持っていかないと食べないんですよね。こいつ自分から食べに出てくることはないです。はい、ちょっと過保護にさせすぎたかなと思います。うん、まあ、一応魚種としてはそんな感じです。そんなに魚種は多くないです。うん、あまり入れすぎるとね、やっぱり大きくなるんですよねこいつら。はい、そこをねちょっと気を使いながら飼育してます。うん、はい、こんな感じです。はい、で上に行きまして、はい、ここにはね、
うん、もう一匹、あのうちでね一番大きいあのヤマメがいたんですけど、うん、ちょっと今ね釈天病にかかってしまって隔離してます。はい、薬浴で隔離してます。はい、この石の下にね赤座がいたり、あのごちゃごちゃと顔を見てるかな。はい、こんな感じで島土壌もいますけどね、好きなどこ行ってんのかな、ちょっと見にくいけど、めちゃくちゃデブデブの島土壌がいます。はい、ほんであいつ端っこから動かないか、ちょっと餌入れてみるか。はい、ここにはねニジマスがいてるんですよね。あのツイッターでよく上げてる僕の相棒の腕なしとはまた違うやつなんですけど、出てきた。はい、あーめっちゃ映り込んでる、これも映り込むよな、これ。ちょっと待ってね。よし、なんでこんなに映り込むんだ。よいしょ、はい、よし、すげえ映り込むな。はい、これニジマスです。はい、この端っこがめっちゃ映り込むよな。見える。よいしょ、こんなに広くないんでね。はい、こっちニジマスです。あのもう一匹ね、僕がツイッターでよくあげてるその腕なしっていうニジマスはあのうちの玄関にいるんで、うん、後でまたねちょっと取れたら動画してみよう、これを取ろうかなと思ってます。よっ、あ動き出したか。餌あげたら動くんですよね。こっちに来い、明るい方へ、明るい方へ来なさい。はい、明るい方へ来なさい。おお、戻りような。よっ、明るい方へ来なさい、明るい方へ。よっ、お前の顔を見せなさい。無理か、こっちには来ないか。はい、はい、カメラ向けたら全然動かんな、こいつ。見えにくい。はい、もういいよもう君はもういいよ。はい、こんな感じでね、今日ね120センチ水槽が、まあ、ざっくり言うと120センチ水槽が、これ120センチ水槽ね。でここからね水を引っ張って上の120センチ水槽に水を送っている感じで、でろ過槽がね一番下に、はい、ここにあります。オーバーオール水槽ですね。うん、あ、ほんでこれ隔離しているヤマメ、うん、で、ろ過槽ね、オーバーフローですね。あ、この下は配線換気というこんな感じです。はい、まあ、ちょっとざっくりになってるけど、ざっくり紹介しただけやけど、はい、あの作った小屋の中はこんな感じです。これ、ね、寒いんでこれ全部張ったんですよね、アルミのアルミシート、うん、だからまあこんな感じです。はい、こんな感じで棚は二段式。はい、まあ、こんな感じです、はい、また餌やりの動画なんかもどっかでできればいいなと思うんですけど、僕ね飼育動画苦手なんでね、もうどう説明していいかわからないはい、そんな感じです、はい、またね、どっかで動画上げようと思ってますんで、その時は見てください。はい、よろしくお願いします。それではね、ご視聴ありがとうございました。